皆さん、こんばんは。今日は2023年1月22日日曜日です。今日のテーマは中国ですね、旧正月が終わって今年不動産市場は良くなるでしょうか中国の不動産市場はとても大事なんですよ。中国の経済成長のエンジンなんです。先週、内モンゴル政府はですね、不動産税、 これはですね、固定した税とも言いますが、でも中国では不動産税と言いますね、の徴収の方法を発表しました。ただし、いつ実行するかはわかりません。でも、いつでも実行できるようにしています。徴収の仕方はですね、2種類あるんですよ。自分用の不動産です。そして投資用の不動産です。 自分の不動産はですね、自宅ですが、評価価格ですね、10%を引いてから、そういう評価価格の残りの90%ですね、の2.12、1.2%が不動産税となります。 そして、賃貸用の不動産、つまり投資用ですね。例えば、えー、テナントとか、オフィスとか、えー、店舗とかですね。家賃の12%が不動産税になりますので、年間の家賃の12%です。そして、年に1回徴収するんですが、5月と11月、2回分けての支払いは可能ですというふうに言っていますが、 あの、家賃の12%ですが、大体ですね、えー、年間の約1ヶ月分の家賃政府に取れるということですが。そして、不動産税についてですが、まあ、2021年でしたが、中国政府としてはもう取るっていうところでしたね。なんとかは取ろうとしましたけれども、そもそも中国では不動産を所有するではないんですよ。あの土地はですね、政府のものであって、 我々は、不動産は飼っているんですけども、それは所有ではありません。使用会なんですよ。 これはですね、あの、普通の住宅でしたら、70年間です。一応はですね、70年間です。そして、店舗、投資用でしたら、オフィスとかでしたら、50年間ですね。ただし、そこまで住む人は、今のところはですね、なかなかいないんですよ。まあ、大体、途中で潰されたりとかありますので、まあ、投資計画、あるいは、投資家っていう風になってきたんですけれども、なかなかそこまで使用する人はいないんですよ。 そして、習近平としては、どうしても取ろうとしたいんですね。しかし、習近平の指導部はですね、何とかして、まあ、取る前に実験しましょうかと提案したんですよ。これで、一部の都市ではですね、実験するようになってきました。ただしですね、現実ではですね、実験もしていないんですよ。当時ですね、不動産税を持ち取ってしまうと、 不動産はですね、もう全く売れなくなってしまうのではないかという心配はあったんです。しかしですが、現在、地方政府はまだ動いていないのに、地方政府ですね、内モングルですが、先に不動産税の徴収について発表しました。これでわかるのはですね、中国の地方政府ですね、本当にお金がなくなってきました。お金がないと政府は困りますので、 それを解決するにはですね、本来であれば、経済の復興なんですね。しかし、今はですね、経済の復興はまだできないんですよ。これがですね、ブルームバーグニュースの話ですが、中国の経済は2022年、2.7%の増加だったでしょう。特に、去年の第4四半期ですね、1%の成長はあるでしょうかと。 つまりですね、中国の地方政府の税収はですね、継続的に下がっているんですよ。中国の旧正月前ですね、各地域の地方政府は2023年今年の経済発展目標を公開しました。これは地方政府ではありません。各地域の地方政府ですね、自分の経済発展の目標です。31号省のうちですね、21号の省の政府は 2023年、経済発展目標は2022年、去年より下げたんですよ。大体ですね、0.5%から1%下げました。内モンゴル、チベット、キツリン省ですね、去年と同じレベルです。そして海南省、ウイグル、中継、国立交渉ですね、少しだけ引き上げました。上海市の政府はですね、ずるいんですよ。5.5%以上、 というふうに表現しましたね。2022年の経済成長目標はですね、5.5%前後というふうに表現しました。そして、湖南省、厚生省ですね、自分のところの経済成長は6.5%以上と、えー、6.5%前後と表現していました。 そして、北京はですね、と、天津は一番低いんですよ。北京は4.5%です。天津は4%です。地方政府が出した経済成長の目標を見てですね、地方政府ですら自信がないんですよ。みんな前後とかぐらいですね、というふうに表現しているので、目標の設定はですね、去年より目標をですね、低く設定しているんですよ。 そして去年設定した目標はですね、達成はできませんでした。今年はですね、去年より低い目標を設定したんですが、それで達成できるでしょうか。地方政府はですね、経済成長がないとお金はですね、どうしても困ります。今まで莫大な借金をしてきたんですよ。それを返さないといけません。また大事なのは不動産の取引の量ですね。 本当にないんですよ。なので静かです。これは中国政府も認めているんですが、全国の不動産価格はですね、連続16ヶ月下がっているんですよ。これについてはですね、少し説明しますが、すごい下がっているわけではないんです。下がっているのは事実です。ただし、例えば10%とか20%とかは下がってないんですよ。 どうしたらと言いますと、これから話をします。ただし、不動産の取引の量はですね、まあ、あまりないんです。去年、各地域の地方政府ですね、いろんな不動産促進施策を出したんですよ、進行しようと。しかしですね、みんな、麻痺してきたというふうに思いますが、また、去年12月から、まあ、中国の感染者ですね、急にオープンとなって、感染者が急に増えてきたんです。 なので、不動産の取引は活発またではないというのは事実ではあります。中国の経済学者ですね、任さんという方がいますので、自分の SNS で自分の考えを発信しました。中国の経済の問題ではですね、普通ではありませんと。不動産市場の調整はしたいです。これは政府ですね。でも、いくら調整しても、政策を出してもですね、不動産の価格は これから上昇はないです。不動産価格の上昇の要素がないからです。でも、下がることもないんです。銀行の不良債権が増えてしまうからです。でも、値段はですね、上がらない。そして下がらないということも絶対ありえません。政府としてですね、値段をロックしているのが現状です。値段はですね、上がると国民が思わないとですね、みんな買いません。不動産企業、 あるいは個人の中古不動産ですね。値段を下げないと売れません。この問題はですね、解決できるでしょうかつまり、不動産の三角形の関係ですね。この問題をうまく解決できたらですね、ノーベル経済賞、経済学賞を受賞する可能性はあります。というふうに言っていましたね。これでわかるのはですね、中国の不動産はものすごい難しいんです。 習近平の施策ですね。不動産市場は、実はですね、もう崩壊してるはずなんですよ。でも、値段はですね、ロックされているので、そういう方法で、なんとかは不動産の価格を政府として維持してるのが現状です。ただしですね、値段をロックして維持しようとしてるんですが、取引の量はですね、どんどん減ってくるんですよ。 取引がなければですね、不動産は売れないっていう意味ですね。そうすると、不動産市場自体ですね、どんどんダメとなってきています。でも値段はロックしようとします。現在、中央政府として、あるいは出金ペの施策ですが、不動産っていうのは住むものであり、投資するものではありませんよと、この施策は変わりません。各地域ですね、 自由に不動産の売買はできないのが現状です。例えば政府は市場参考価格を作っているんですよ。政府が作っています。賃貸市場においても参考価格を作ってあるんですよ。なので政府がですね、値段をコントロールあるいは指導しているのが現状です。まだ不動産市場を進行する施策はないんですね。1月18日、 新鮮市の政府はですね、市場発の施策を出しました。これはですね、一つの表現ですが、新鮮の不動産市場にですね、あの、爆弾を投下したんですよ。なので、新鮮の不動産市場が揺れています。新鮮ではですね、まあ、中国全国、どこにもあるんですが、保障性住宅というものがあるんですよ。低収入の世帯に対して、格安住宅を 提供するサービスなんですよ。これがですね、外国にも結構あります。香港にもシンガポールとかにもですね、日本にもありますので、政府が保証制住宅を提供して、大体ですね、安い家賃で住んでもらいます。という意味ですね。しかし中国では賃貸ではないんですよ。あの政府はですね、値段を安くしてですね、買ってもらうんですよ。 これも変な話ですが、不動産を所有しているのであればですね、あの、低収入っていう世帯ですね、言えるでしょうかとなってくるんですが、でも中国はそれなんですよ。買ってもらうんですよ。あの、一応ですね、あの、賃貸の安く、家賃ですね、あるんですが、それはなかなかないんですね。あの、大体ないんです。申請の保証受託、保証制受宅はですね、3種類あります。今のところですね。一つは、 低収入世帯向け保証制住宅。これはですね、買ってもらうんですよ。次は2、特別人材に対して、そういう保証制住宅を提供するんですよ。これも市場より安くしてですね、買ってもらうんですよ。つまり、これも商品ですね。 次は3。低収入世帯向けの、えー、保障性受託。これは賃貸です。なかなかないんですね。大体みんな、あの、買いますので、あるいは政府はですね、こういう賃貸はなかなか出さないんですよ。買ってもらうのが基本です。そしてこれからですね、新しい政策は出てきます。低収入世帯向けの保障性受宅なんですよ。これは賃貸です。等に、 共同所有住宅です。これが不動産と言いますが、これはどういう意味でかこれから話をしますので、共同所有住宅、共同所有え不動産とも言います。共同所有不動産という施策はですね、出てきて、保証制住宅、あるいは人材に対して特別住宅の購入はですね、もうないんですよ。これからですね、低収入世帯には住宅を買ってもらうことはもうしません。 あるいは人材を確保するための不動産を安くして買ってもらう施策はもうないんです。その代わりにですね、共同所有不動産という施策を出しますので。この施策はですね、出されてみんなびっくりしました。保証制受宅はですね、商品ではないっていう意味なんですよ。今まで,ではですね、政府は低収入世帯、あるいは人材に 対して、そういう保証性住宅をですね、安く提供するという施策はありました。安く買ってもらって、つまりですね、これは保証性住宅は商品なんですよ。あくまでも買ってもらうんですね。ただし、買って転売する人はいるので、退売できないように打てはいけませんよっていう年数を設定しました。これはですね、地域にもよりますが、大体5年間が普通です。 この5年間過ぎたらですね、売ってもいいんですよ。これから共同所有不動産が登場してきます。共同所有不動産とはですね、半分が商品なんですよ。不動産の半分が自分が買っているので、使用権です。残りの半分はですね、政府が所有するんですよ。これもなかなか他の国ではない話ですね。でも、このような物件はですね、あくまでも商品ではないんです。不動産、 塩と言いますが、不動産持っている、そういう仕ですね、証と言いますが、共同所有と書いてありますので、政府も所有しているので、取引、売買は、まあ、自由にはできません。つまり、これからですね、保証制、住宅の提供はするんですよ。でも、商品ではないんです。売るときは自由ではないんです。しかしですね、新鮮は若い都市であって、若い子が多いんですね。 なので、深センは他の地域と比べてですね、保障制、住宅の量はですね、とても多いんですよ。改革開放してですね、中国政府は、当時は江沢民の時代でしたが、主要期総理の改革で不動産をですね、商品化にしました。つまり、市場で自由に売買できるようにしました。政府はですね、それから不動産はもう提供しませんとなったんですよ。 値段のコントロールもしませんよと言ったんですよ。それからですね、中国の不動産市場は自由になってですね、みんな不動産を買って自分の家に住むことができるようになりました。しかしですね、深圳はこれから逆なんですよ。政府が主導します。たくさんの不動産をですね、把握しますので、 市場には提供はしますけれども、ただし、共同所有不動産がメインです。新圳は改革開放の代表なんですよ。でも3年前ですね、習近平は新選市のことを特色ある社会主義先行モデル地域建設というふうに表現しました。つまりですね、新圳はもうこれから改革開放ではないんです。社会主義ですね。 シンセの不動産市場はこれでいっぱい変わりました。中部で初めて不動産価格指導価格ですね、というものはありました。政府が値段を設定するんですよ。指導しますが、住宅ローンの審査の時はですね、政府が出した指導価格を参考するんですよ。なので、売り主はですね、これ以上の値段では売ることはできません。 でもですね、勝手にこの値段をですね、より安くして売りたいんですが、でもそれもできません。あくまでも政府が値段を管理するんですよ。また、中国では初めて、家賃、相場、指導価格というものも出したんですよ。これも新鮮です。家主ですね、あるいは借り手ですね。みんな政府が出した相場に従って、あの、取引しますので。そして、人材、住宅。 保証住宅をですね、全部共同所有不動産にすることも、新選は初めてです。このような施策はですね、反市場経済なんですよ。これでわかるのはですね、新選の不動産は実に崩壊ですね。政府が指導するのでですね、よくなることはないんです。大体、ダメとなってしまうんです。多くの方はですね、この共同所有不動産を聞いて、あの、嬉しいんですよ。 政府と自分ですね、半分半分所有するので、だからこそ安心ですよねと。実はですね、違います。政府の作戦はですね、勝ってもらうのが基本なんですよ。目的とはですね、不動産会社が潰れてしまうとですね、自分の銀行の不良債権が増えるからなんですよ。中国政府はですね、国民の生活を守るというのは絶対嘘です。 不動産金業を守るというのも嘘なんですよ。自分の銀行を守っているんですよ。ではですね、2023年、中国の旧正月が終わってですね、経済が良くなるでしょうか良、えー、くなったらですね、不動産市場は良くなるでしょうかそういう話になってくると思いますが、こういう質問もですね、非常に多いんですよ。これはですね、仮の問題であって、中国の経済が良くなるというのはですね、仮の話なんですね。 良くなるかどうかは、今のところはですね、あの、判断はまだできないんですよ。でもね、多分無理でしょうと私は思います。不動産市場を反映するかどうかですね、中国の場合ですが、自信が大事なんですよ。買いたい人はですね、これから不動産は上がるよねと思って買います。そして、こういう人は多いんですね。多い、多かったら、とても多くて、例えば、 数年前ですね、中国はみんな不動産、えー、開発企業の、えー、モデルハウスとかいてですね、大体プラモデルあるんですが、図面あるんですね。そこでもう順番待ちなんですよ。みんな買います。どんな物件であってもとにかく買います。買ってですね、2年3年後建設したらですね、絶対上がるんですよ。みんなそれを信じてみんな夜中でもですね、順番待ちで買いに行くんですよ。 そうするとですね、中国の不動産価格は間違いなく上昇します。でも、今はもうないんです。今はですね、不動産神話、中国は土地は政府のものですから、土地の神話はないんですよ。不動産神話というものはあるんですが、表現ですね。なので、もうないんです。崩壊しました。もし、自由に売買してもいいですよとなってくるとですね、みんな、早く売ってしまいたいんですよ。 どうしてかと言いますと、経済が悪化していますし、これから不動産は価格ですね、行動するとはどうしても思えないんですね。そうするとですね、みんな早く手放そうとします。特に2件、3件持っているですね、投資物件ですね、持っていても絶対無理なんですよ。早く売ってしまいたいんですね。なので今年、中部の不動産市場、3つの可能性はあります。1つ、今のままですが、 自由に売買はできません。値段はロックされています。政府が指導しますので。次は2。不動産企業ですね。大手企業は現状維持です。例えば、広大不動産。現状維持です。潰れているはずなんですが、でも潰れないんですよ。現状維持です。でも、中小企業の不動産会社はですね、潰れていきます。そして、今年の経済はですね、 どう考えても去年より良くなるとは思えないですね。次は3。中国のコロナはですね、いつ落ち着くでしょうかこれが結果論ですが、今のところはですね、見えないんですよ。それが落ち着いてからの経済復興です。落ち着いてからの不動産市場です。落ち着かない限りはですね、何も話にはならないんですね。これがいつ落ち着くでしょうか まだですね、注目して皆さんに話をしたいと思います。この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。